皆さんこんにちは。ショパンコンクール優勝者のブルース・リーさんが来日されることが先週発表されましたが、チケットは完売のようです。このチケットの発売状況を見ておりますと、予防接種の時とよく似ているなぁと感じました。予防接種を受けようとしますと、通院されている方が優先という記載をよく見かけました。かかりつけのお医者さんに頼んで枠を取っていただいた方も多いことでしょう。クラシックに限らず、コンサートチケットもこれと似ております。一番最初に有料の会員様が先であることはご承知の通りです。ただ少々デメリットなこともございます。その前に別の例をご紹介しましょう。私の知人で相撲ファンの方がいらっしゃるのですが、地方でなく東京の両国国技館で行われるときはいつもご覧になっているようです。この方は以前から相撲協会との縁が深く、いつも優先的に良い席をいただいているのだと思います。ただご本人は気がついていないかもしれませんが、デメリットのこともあることに気がつきました。それは夕方にテレビをつけますと、いつも同じマス席にいらっしゃって正面から見た席なので必ずテレビに映っているのです。これはいつもの特等席をいただいていらっしゃるということはすぐわかるのですが、どなたを連れていらっしゃってるかもわかってしまうのです。私も意識はしたくないのですが、自然に目に飛び込んできてしまいます。クラシックのコンサートも似ているところがあり、よくテレビに映っていらっしゃる方が確認できます。どんなお方なのか、服装も含めていろいろと想像してみるのも楽しいものです。